AKB48 チーム東京の県代表のハルピョンこと藤本春菜です。おはよー、眠たいよー。いや、朝配信やるのやめようかなと思ったんですけど、いや、でも昨日やるって言う、まあ、やるかやらたいか分かんないって言ったけど、でもやるって言っちゃったと思ってやるかもって言っちゃったと思って、起きたからにはやるかと思って頑張って今頭を働かせてます。いや、もっとすっきりっていうか、昨日もっと早く寝る予定だったんですけど、なんかお風呂入ってやることやってお風呂入ってたら気づいたら2時ぐらいで、えーってなって、1時40分ぐらいだったんですよ。で、わ、サッカーギリギリじゃないと思って、そう、なんか途中と最後しか見れてないんだけど、私もでもその途中と最後しか見れてない、途中っていうか、まあ前半15分ぐらいから前半終了までと、あと後半の最後の最後しか見れてないんですけど、なんかさ、もうさ、ピョンムービー撮って載せたりしてなんかいろいろしてたら、もう15分経ってん、その前半15分ぐらい経ってて、うわっって思ってつけたら、なんかもう1対1で、待ってと思って、なんかハイライトかなんかやってんのかなこれと思ってそう、え、はい、え、どういうことみたいな、そんな前半15分でそんなどっちも2点数入るんですかと思っちゃった。すごいですよね。めっちゃすごいと思っちゃった。で、なんでかわかんない話してもいいですか？なんでかわかんないけど、今頭の中に広川ザンブラコがずっと流れてます。なんで？マジでなんで？めちゃめちゃになんで？え、すごい、なんで？めっちゃおもろい。どういうあれ？急に急になんか小学生ぐらいに戻った。え、全然一回も聞いてないんですよ最近その曲。最近っていうか小学生以来聞いてないんですけど、てか知らないかな、みんな知ってる？知らないかな。
知らないか。知らないか。なんかコメント固まったなと思ったんですよ。コメント動かなくなったなと思ったんです。やっぱ知らなかった。大丈夫。大丈夫。富山でしかやってないのかもしれないし。そう、ジェネギャとかじゃない。富山限定。かもね。20分、あと15分ぐらいかな、配信。ちょっと早いけど、短め早めだけど。いや、暖房つけてないんですよ今。え、めっちゃ寒い、やばい、マジで頭が終わってる。普通に暖房この寒さでつけてない。そう、でもすぐ終わると思ってたから、つけんくても大丈夫って思って。今日寒いの？だって毎日寒い。毎日寒いっす。いつまででも寒いです。そう、リビング行けばあったかいから大丈夫。富山雪マークせやで。寒すぎてんな。この服あったかそう、あったかいけど寒い。違う、あったかいんですけど、普通にこの気温で暖房つけてない自分が悪い。富山最高気温2度、マジ？まだ天気見てないからわかんないけど。最高気温2度はやばい。普通にやばい。最高気温でしょ。だって2度よりもあったかくならないんでしょ。あ、服は白じゃないです。白じゃない。おはようございます。え、マジで凍りそう。余裕で。見えるかな。え、全然なんか、まあいいや、やめた。うん、今白だと思ってもらって全然。あ、疲れちゃってんじゃん自分。あ、やばい、頑張れ。
そう、ミントグリーン的な色なんですけど。ネイルはいつしたんですか？あ、これですか？全然、そんなキラキラの適当に塗っただけです。そんななんか、ちゃんとゴテゴテにしたわけじゃないんで、全然適当なんで大丈夫です。ギャローさん、ミラーボールありがとうございます。メモっときますね。サプライズレバーさん、ミラーボール4つありがとうございます。あ、昨日も配信中に言ったんですけど、なんだっけ、今日はお昼にできたらお昼にも配信をします。で、夕方5時以降とかかな。でも夜にかけてとかじゃなくて、それくらいの時間にも配信をしますっていう感じなので、ちょっとなんか今日はイレギュラーな感じですか。ぜひ。昨日さ、サッカーのその途中にお風呂に入ったんですよ。そうそう。そしたらさ、もう髪の毛乾かすのもめんどくさくなっちゃって、途中までは乾かしたの。8割、いや6割7割ぐらいは乾かしたんですけど、もうやだと思って、そのままタオル枕に敷いて寝ちゃった。一番ダメ 絶対ダメなことをしてました。何の話しようとしたんだっけ？その話じゃなくて、あ、そうだ、はい、さっき言ってた配信、お昼と夕方やりますみたいな配信の話してたと思うんですけど、一回一回の時間がそんなに長くなくってっていう感じなので、そう、短くはなっちゃうんですけど、でもしっかりできる時間にやれたらなと思って、一回一回が短い分、なんか最近ちゃんと配信できてなかったりとかしてたし、なのでちょっとわけわけするんですけど、一回一回の時間は短いよって、配信時間自体はみじうんうんでも配信回数はちょっとなみたいな。ハートありがとうございます。ありがとう。そうそうそうって感じなので、よろしくお願いします。本当はね、8時から配信始めようと思ってたんですけど、だから7時台に1個アラームかけてたんですけど、もう眠くてダメでしたね。その7時台のアラームで起きれなかった。そりゃ昨日サッカー見て2時まで起きてたらそうですよねって感じなんですけど。
クミックさんにあこさんハートありがとうございます。昨日は TikTok、 あれ昨日更新したんだっけ、あの TikTok、 うん TikTok とインスタと更新したので、うん、ぜひよろしくお願いします。ということで48分もうちょっとで、あと2分ぐらいしたらランキング読みます。お腹すいた。今日のご飯はパン。この方のコメント私この間読んだんですけど、読んでちゃんと言ったんですけど、どうしたらいいって聞かれたか、どうしたらいいですよって言ったのに適当に聞いて回ってるでしょ。私はちゃんと伝えたぞ。あ、そういうところだと思います。はいそういうところだと思います。そういうところを直した方がいいと思います。記憶、そうです、プンプン。ちゃんと言ったよね。ああ、質問使い回されてたんだ私。ちゃんと答えた。あやなんさんとこでも同じこと言って、そうなの？使い回されてるんじゃん。ぶゆきさんハートありがとうございます。プロフィールは別の方の紙推し、まあそれはまあ別にあれかも、推しは違うけど、やっぱこのメンバーのことがもう好きで好きで大好きで大好きで、なんていうの、その一ファンとしてとかじゃなくて大好きでしょうがないんですみたいな、そういうこともあるだろうから、それはまあいいけど、質問を使い回すのは良くない。うん。来週お話し会楽しみ。ってかさ、来週クリスマスなんだね来週お話し会ってことは、うん、会いたいと思う回数が会えない、問いたいこの胸が。お、51分になったのでランキングはいきます。いきます。めっちゃ寒そう自分そしてめっちゃ眠そう、客観的に見てやばい。
1位サプライズレバーさんありがとうございます。2位ハルさんありがとうございます。3位ニックさんありがとうございます。4位バージョン R さんありがとうございます。5位ギャローさんありがとうございます。6位トシさんありがとうございます。7位、ランデルさんありがとうございます。8位ゴン太郎アットピョンズさんありがとうございます。9位ただしお花見隊さんありがとうございます。10位ブルバシさんありがとうございます。11位ともゆきさんありがとうございます。12位オープンアカウントさんありがとうございます。13位ネバーストッパット雫公園の余韻が冷めませんさんありがとうございます。そして本日のラッキーと事情8位はベジータさんです。ありがとうございます。ということで皆さんこの時間もありがとうございました。またできたらお昼やるって感じなんですけど、できなかったらごめんって感じなので、またあの通知をオンにしたりフォローしたりして私のことを待っていていただけたら嬉しいなと思います。あ、うざいですね、ごめんなさいということで、それではまたお昼か夕方かお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。またね。ちょっとリビングに行って温まります、まず一旦バイバーイ。